俺たちはまだどこか甘く見ていた。このチャンネルで抵抗ペンギンで殺人事件なんか起こるはずがないと、そう思っていた。抵抗ペンギン。社畜探偵ペンギン、錆びついたギアホイール、事件編。21時。いやー、こんな山奥にホテルがあって助かった。びしょびしょだ。だからタクシーに乗ろうとあれほど。なんで徒歩で山を越えるんですか。せっかくの出張だ。タクシー代を節約して温泉宿にでも泊まりたいじゃないか。せこいですね。その結果がこのボロいホテルか。なんか殺人事件でも起こりそうな雰囲気だね。速攻でフラグ立てるじゃん。あ、間取り図がありますよ。ホテル歯車？歯車型に個室が並んでいるのか。変わってますね。ホテルの形なんてどうだっていいだろう。すみません、誰がいませんが。一晩泊めていただきたく。誰もいないのかな。このホテルにはスタッフはいませんよ。の僕は行けます。深夜、この嵐の中災難でしたね。僕たちも今日から宿泊なんです。私はネルマ・オシミ、深夜くんの同僚よ。タオルをどうぞ。ありがとうございます。スタッフの方がいないというのは。ここは一応ホテルだけど、スタッフは月に何回か手入れに来るくらいで、基本は無人みたいなの。なるほど、ホテルというか山小屋みたいなものですか。まあこんな山奥だしボロいし、盗まれるようなものもなさそうだしね。じゃあ宿泊料金とかは。入り口の脇にボックスがあって、それに自主的に払うシステムです。一泊2000円だそうですよ。ペンギンの月給くらいか。1週間の食費と同じ。これ払うやつバカだけでしょ。1ヶ月ご飯を我慢すればなんとか。ところでネルマさん、彼ら4人みたいですけど。そうね、困ったわね。何がですか。ここ5部屋しかないでしょ。私たちも4人で泊まってるから、今5号室しか空いてなくって。え、それなら僕がフミン君と相部屋になって2号室を開けますよ。そうね、じゃあ2部屋を4人で使ってもらってもいいかしら。いいんですか。申し訳ない。優しい人たちでよかったですね。ありがたいな。いえいえ、こんな嵐の中ですから助け合いましょう。それに実はね。ええ、実は今夜は海外支社に転属になる同僚フミン君の送別会なんです。誰かの部屋で朝まで飲み明かす予定で、お酒も買っていたので、相部屋になっても正直変わらないんですよ。プレゼントも内緒で用意したのよね。ちょっとネルマさん、サプライズでしょ。フミン君がどこかで聞いてたら。ごめんね、気をつけるわ。出張で喜ぶなんて変わった人たちだな。な、今の声は。シャチ、どうした。ペンパイ、人が。お、これ人形じゃないか。え。それびっくりしますよね。僕も最初腰抜かしちゃって。本当だ、人形ですね。すいません、騒いでしまって。なんだ驚かしやがって。この部屋は資料室みたいですよ。資料室。このホテル昔は強制労働施設だったらしいんです。ここにはその頃の資料が保管されてるみたいですよ。強制労働施設。22時。ここは明治時代、金を掘り出す採掘場だったそうです。当時はかなり無茶な労働で、多くの人が亡くなったらしくて。それで出るって噂なんだよな。強制労働で死んだやつの霊が人をたたり殺す、そんな噂があるんだ。フミン君。俺はフミン普及、こいつらの同僚さ。ちなみに日系アメリカ人だ。あなたがフミンさんですか。フミン、悪いが俺と相部屋になってもいいか。彼らのために一部屋開けたくて。もちろん構わないよ。ところでさっきの話って。ああ、労働者の霊が出るって話ね。私たちオカルト雑誌のライターなのよ。だからこういう話大好物でね。まあ噂ですから。あれ、その人形今ちょっと動いたか。やめてくれよフミン。ジョークだよ。でも強制労働で多くの死者が出た話は本当みたいね。本棚の資料にも記されていたわ。すごい量ですね。本棚にびっしりだ。働いていた人たちの日誌がほとんどね。悲痛な声や恨みが記されているものばかり。読んでみる？遠慮します。自分も大丈夫です。現場の声には耳を傾けない主義なので。あら残念、貴重な資料なのに。僕もちらっと読みましたが、おすすめしませんよ。あれ、
パンダはどこに行ったんだ。え、まさか霊に。シャワーお先いただきました。ほんとぶれないなお前。何この部屋、本がいっぱい。それになんかでっかい歯車があるよ。何これ。軽く調べてみたんですが、わからなかったです。なあ、ちょっと回してみねえか。え、勝手に触っちゃダメじゃないかな。大丈夫大丈夫、これも取材だよ。重いぞこれ。動かないみたいね。残念だったな。こら、何をぼさっと見てるんだお前たち。は、歯車といえば社畜、社畜といえば歯車。お前たちも手伝わんか。業務外。タオルをもらい、部屋も譲ってもらい、その恩を何で返すというんだ。労働しかないだろう。ち、そう言われると。おいパンダ、手伝え。僕はシャワー浴びちゃったし、汗かきたくないから。働け。うわ、回ってます。見ろ、人形が、人形が床に沈んでる。いや、これはリフトだ。下に何かあるのか。リフト、そういえばさっき資料で見たわね。あった、これね。この資料によれば、この下に洞窟があるみたいね。そこで金の採掘をしていたんだわ。なるほど。採掘した金をあのトロッコに積み、歯車を回してリフトを動かし地上に運び出していたんですね。しかし人力リフトとは。ん？この資料に100巻と書かれているのは何だ。後から付け足した走り書きのようだが。本当だ、何かの値段ですかね。値段？巻って確か江戸から明治初期の通貨ですよ。一文銭を紐に1000枚通したものが1巻で、今でいう1万円くらいのはずです。すると100巻は100万円か。リフトの建造費用ってとこが。洞窟の埋蔵金だったりして。面白いわね。元は金山だもの、ありえるかもしれないわ。いや、洞窟探検しようよ。取材だ取材。残念だけど洞窟は昔の地震でほとんど塞がってしまったそうよ。それにそのリフト、まだ乗れるのか怪しいですよ。この資料によれば作られたのは150年前。やめておきましょう。残念。ブー、息が合ってるな。このリフトの穴結構深いみたいです。落ちたら危ないですよ。だな、戻しておくか。ああ、いいですよ。元はフミンのわがままですし、僕とフミンでやりますので。せーの。確かに重いな。二人がかりでやっとだ。おいおいおい、何遊んでるんだお前たち。担当記事は上がったのか。まだだろ、まだだよな。ちゃっちゃか仕上げてもらわないと俺が寝れないんだよ。23時。あの人は熊小杉三鉄、うちの部長だよ。部長、ネルマさんは今記事のために資料を。おいおいおい、上に意見していいのは締め切り守ってるやつだけだ。何度も遅れてるお前に発言権なんかねえんだよ。行きます。どこにでもいるんだな、こういう恫喝上司。いますね。いるいるいるか、こんなひどいやつ。お前の目にだけは映らないかもな。お前のスケジュールがめちゃくちゃなんだよ。何か言ったか。別に。フミンよ、俺はお前を買ってるんだぜ。だから海外転属も推薦してやった。腐ったリンゴとなれ合わず、ちゃんと向こうで出世して俺の顔立てろよ。気持ち悪い。で、ネルマは資料が何だって。はい、ここで亡くなった労働者の方々の日誌を見つけまして。くだらねえ、適当にでっち上げればいいじゃねえか。お化けの話なんかよ。確かにオカルトですが、私たちは死者を冒涜したいわけでは。いらないの、求めてない。ない、死者の声なんか捏造で OK。 ネルマちゃん、守るべきは何。もうこの世にいない労働者。違う、締め切りだよ。こんなもん、ピッ。こんな。やめろフミ。分かったら部屋に戻れお前ら。そして働け。ペンギン、なんだか。なあ、殺人事件でも起こりそうな雰囲気だ。24時。あれから俺たちはそれぞれの部屋に戻った。部屋割りはこうだ。ちょっと待て、なんで上司と俺たちが1、3で分かれるんだ。しかも1号室に飲みに行ってるんですよね。2号室は実質上司の荷物置き場。そしてなぜ俺たちはここでも働いているんだ。しょうがないですよ、締め切りは明日ですから。僕ちょっとトイレ。1分で戻ってこいよ。それにしてもネルマさんたち大丈夫ですかね。なあ、せっかくのフミンさんの送別会なのにな。雰囲気最悪になっちゃいましたね。
ネルマさん。大丈夫、ごめんね。なんであんな奴が部長やってんだよ。悪いんだけど、送別会はまた今度でもいいかしら。え、私まだ記事書けてなくて、締め切りが。そんな、あんな奴の言うこと気にすることないっすよ。それだけじゃないの。熊小杉部長はああ言ってたけど、ここにある資料ちゃんと目を通したいの。ネルマさん。いや、先にこいつと二人で飲んでますから、後で来てくださいよ。わかった、ごめんね。よかったら上司さんも一緒にどうです？え、お酒余っちゃうかもですから。いいんですかね、いただいちゃって。あまり根詰めすぎないでくださいね、ネルマさん。うん、ありがとう。立派な人でしたね。なあ、あんな部長の下でも誠実に仕事ができる社畜の鏡だ。それに比べてうちの上司は部下に仕事を押し付けて今頃お酒飲んでるんですね。25時、26時、27時。いやー、トイレ長引いちゃった。嘘つけ。バレた。どうせトイレにこもってソシャゲでもやってたんですよ。ピンポーン。むしろ3時間で帰ってきたことを喜ぶべきか。それがさ、聞いたよペンギン、フミンさんに怒られちゃってさ。おいこら、いつまで入ってんだ、漏らすぞこら。やめなよフミン、飲みすぎだ。うるせえ、飲まずにやってられるかよ。よし、見ません。パンダかよ、熊小杉の野郎かと思ったぜ。悪かったな。いえ、こちらこそ。すみません、こいつ少し酒癖悪くて、それにネルマさんと飲めるのを楽しみにしてたみたいでちょっと荒れてるんです。ネルマさんまだ来てないんですか？はい、今日は難しいかもしれません。上司さんと3人で男子会です。せっかくの送別会なのに。仕事に一生懸命なのはネルマさんの素敵なところですから。だからこそ熊小杉のあの態度は僕は許せないですよ。それでトイレを出て池松さんとフミンさんと話しながら1号室の前まで行ったんだ。その後この部屋に戻ってくるときに資料室から出てくるネルマさんと会ってね。ネルマさん。ああ、パンダくん。資料を見てたんですか？うん、これから部屋で執筆。あ、元気ないですね。ちょっとフミンくんに申し訳なくてね、送別会今日は無理かな。仕事なんてサボっちゃえばいいのに。その頑張ってくださいね。うん、ありがとう。パンダくんもね。え、さっきペンギンくんが言ってたよ、今夜も仕事があるって。ギクッ。サボりはほどほどにね。はい、でしょうがなく戻ってきたってわけ。ネルマさん、グッジョブ。戻ってきたからには働いてくださいね。翌朝6時。おい、お前ら大変だ。寝てないよ。起きてます、今やってます。熊小杉さんがいないんだ。え、ジョーさん、こっちこっち。なんだ、何もないぞ。違うんです、人形がないんです。な、リフトが降りている。それに歯車のついてる柱にロープが結んである。ロープの先はリフトの穴だ。リフトを上げてみよう。なんだこの音は。耳を刺すように歯車がきしむ音が響き渡り、穴の底からあの人形が登ってきた。トロッコに絶望を乗せて。あ、これは死んでいる。なんだ、どういうことだ。なんだよ、怖すぎるよ。実か。いや違う、これは明らかに殺人事件だ。それ人形が手に持ってるの。これは労働者の日記だ。レーダー出たんだ、本当に。まさか本当にたたりだとでも言うのか。ネクストペンギンズヒント、労働者の日誌。次回は会議戦、真実をプレゼンするぞ。なぜペンギンの仕事は終わらないのか、その謎が明らかに。犯人はお前だ。ファンアートの募集をしているぞ、詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな、ペチ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 。
チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にピチピチしてやる。ピチピチ、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 この腹黒パンダが。